前回のガズグラ、マウニーが 6000m 飛び立って何も見つけれなかった。よし、師匠であるオラが何かを見つけよう。ただその何かの意識は低めだ。ちょっとレアだったらもうそれでサムネとタイトルを師匠としてオラは作る。そして行ってみると、確かにちょこちょことあるはあるんだけども、すげえ引きが弱い。諦めかけたその瞬間、メソ幸運の神感謝します。はい、というわけでどうもこんばんは、カズクラでございます。本日はですね、カズポコイン大阪、ご来店の皆さん誠にありがとうございました。カズクラさんはですね、きっと美味しいものをうまうまできたでございましょう。やっぱ大阪といったらね、やっぱクレープね、クレープだけは絶対外してないから、多分外してないかな、このカズクラさんですね。もう大好きなんですよ。アルションのね、アルションのクレープマジ神。まあ本で、まあ2019年のねイベントを全て終わってしまったんですけども、けどもですよ、まあ昨日言ったようにですね、なんと1月11日、こちらは福井県にですね、カズさんの村イベントね、こちらの方1月11日、昨日今日明日とですね、チケット販売の方しておりますので、もしよかったらお願いしますっていうか、めっちゃ余りそうチケット福井県まで普通来る普通来る、だからね、もう大半が福井県の人だと思うんだけどさ、いやあんまりね、あんまりいや福井の人悪く言うわけじゃない、そんなに、いや来ないよ、来ないよね。いやだって絶対数少ないもん、福井県視聴者さんいやそんな来ないよね。いやただね、いいお土産などを、ね、用意しておりますので、もしよかったらよろしくお願いいたします。はい、まあ本日はですね、いやもうメサの地下には財宝がいっぱいということで、本日はそういう企画でございます。まあ、というわけで早速地下の方潜っていきましょう。一応宝の山でしたみたいなサムネをね撮りつつ、地下の方に潜っていきたいなと思います。さあではこちらの方から、いやもう全く違う、早速行き止まりやこれ。そして余計なブロックなどもね預けて、とにかく地下への入り口をね探しましょう。きっとどっか眼下にあるはずです。まあでも廃校あるあるある、あったでも早速廃校だまあというわけで早速行っていきましょう。いやマジえげつない量のね金があるという噂だからね、これほら、いやマジ金鉱石多いんだって。いやもうものすごい量見つかるからね。あ、うんなら分かった、20分でタイマーをセット。はい、20分からカウントダウンします。はい、というわけでですね、今夕ご飯の時間が近づいてきておりますので、あ、ここから入ってきたんか、うち。20分でね、どのぐらい、まあ、重い金鉱石だね、集まるのか、しっかりとお見せいたしましょう。マジ、地下えげつないってことをね、証明してやりますよ。はっ、早速、行き詰まってしまった。ちょっと一段下がりますか。今のところ、たった6つ。これはたった6つだ。そんな、あ、すごい。手を叩けば、ね、手を叩けば手に入るというものでね、よいしょ。ナイス金。アホだあるぞこれ。ちょっと待って待って、いやアホだわこれは、これはさすがにアホだわ。さあ早速手早くね探していきますよ。手早くクールにセクシーに、いやマジすごいよな、ほらいやちょっとね、これ邪魔の時より、いや金張りすぎでしょこれ金張りすぎでしょって、アホでしょこれ。え、待って、しかもこれスポナーブロックじゃないうわわわ、見つけてしまった。聖なる弓、えい、待って、ここは成仏させてあれを、聖なる弓だ、ほい、聖なる弓、ほい。いやもう取れ高の宝庫とはこれのことである。実はパワーいらねえな、ほんとアホほど手に入りますねアホほど手に入りますね。よいしょ、もうむしろ金しかねえんじゃねえのかここ。いや鉄でもこんなにいっぱい取れない気がするんだけどこれえ、どうなってるこの地下。あー外に繋がってしまった。おお、金、すいません、うちの金が本当にいっぱい取れちゃってどんだけあるんだってお前、おどんだけあるんだって。うわ、またか、カズクラ。
心してかかり、あ、ほんと鉄がね、すげえ貴重な感じに感じてきたわ。あれな、ここ、あ、でもやっぱ金の比率絶対高いよな。すっげえ。金だらけ。で、これ20分でどんだけ？そして今日の夜ご飯は何なんだろう。楽しみだな、エリちゃんのご飯美味しいからな。これはもう1スタック硬い。ちなみに今現在、あ、え？ 1 スタックもういってる。え？おー、うますぎるんですけど。あ、待って、聖なる弓矢。さあどんどん奥に行くわけなんですけども、これ深いところはどうなってんのかな。あ、もうここ行き止まりだ。深いところも金のこの効果が続いてんのかな、これ。ブーイ。やだ、あいつらだ。よしよしよし、なんとか負けたぞ。邪魔させねえかんな。うまい、ほんとにうまい。また塊がね、おっきい気がするこれ。ああー、すみません、金関係ありがとうございます。おお、あ、もう外は朝に。そして、このカズクラさんは順調に金を集める。なんか光ってんな。おおおお、はいはい。ダブルヒッツ、気持ちいい。おお、とどまるところを知りませんね。ん？あ、毒蜘蛛？おお、おお、あなたは、おお、あなたは爆発させない、させた。あれ、どうしたもんか。えい、一応虫殺しの剣なんか持ってる。あれ、もう成仏いりません。こんなとこいた。虫殺しの剣、いや、使える日がやってくるとはな。いっぱい来た。えい。いや、気持ちいい。普段使う場面ないからこそ気持ちいいな、これ。こんにちは。いや、結構大きいな、ここ。あんなところにも。はい、成仏。めっちゃ外に、ほぼ外。もう一個下、あーった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 、ナイス。あいつ引っかかってる。 AT フィールド、あっち、こっち見んな。こっちには時間がないんで、時間が。呪いも受けたくねえしな、下手に。あー、ちなみにあの金鉱石情報で言うと、経験値がすごいらしいですね、これ。経験値が、うん、だから結構使えるらしいんですよ、これ。経験値のやつとして、すっごいらしいんですが、これ。まだいる。雲は火に弱いということで、よいしょ。なんか上から今赤いの落ちてきた気が。マグマでもあるんけ、上に。血みたいなのなんか垂れてきたよな。あ、まだ金の髪は私を見捨てなかった。でっかい。おお、びっくりした。おお、びっくりした。おお、あっちゅう間だな。はい、というわけで、今もう20分が経過してしまった。こんだけだって、うん、これ2個分だけ。あ、めっちゃ繋がってる。はい、というわけで、終わりたいなと思うんですけども、まあ、結果はというと、お、1、2、3、4スタックで、鉄が40。あ、すごっ、20分で。あ、すーごっ。え、待って、これやったら10スタック持って帰るのも結構楽勝やんな、これね。あと20分ぐらい潜ってたら多分ね、手に入るわ、これ。あ、やっば、ほらほら、まだまだいくらでもあるんだ、これ本当に。いくらでもあるんだ、これ。あ、すげえ。はい、というわけで本日こんな感じで終わりたいなと思います。
いやーよかった。いやーこれみんなもね、メサ見つけたらぜひ下の方潜ってください。もう鉱石だらけ、鉱石祭りでございます。そして最後にですね、あのカズさんの村トークショーイベントですね、そちらも、概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったら皆さん遊びに来てください。では本日はこんなことで、またお会いしましょう。バイ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 キン。